こんにちは、豊さん、はい、またまたこの動画の撮る日にやってくれました。完璧やな。この前もそうだし、もうね、言うことないよ。はい、何の話やね。大谷選手です。はい、4試合ぶり、2打席連続となる18号ソロ、19号ということでホームラン放ちました。いや、完璧やな。当たり前。あのね、18号はね、なんか丁寧に打ったっていう感じがするよ。ミスらないように、はい、より引きつけておいて反対方向っていうか、はい、左中間に持っていったけど、ね、はい、あれはなんか分かるような気がする。丁寧に「いや来た!」みたいな、あ、これはホームランっていう余裕を持ちながら打てたホームランじゃないかなと思う。よし、ここみたいな感じで、はい、完璧やな。完璧ですね。まあ、あそこまで飛ぶ流してよく飛びますよね。だから縦振り完璧やな。気持ちいいぐらい。あ、見てましたか、そこも。いやいやいや、なんかね、体が駒みたいだな、うん、その場でこう駒って芯があってま、っすぐ回らないとブレるねじゃん、うん、こうやってそうだよ、まっすぐ立って気持ちいい当たり。あ、気持ちいい。音も最高やな。緊張感がするよな。一人だけ違うのかなと思いますけど。いやー、だからなんかこうすごく丁寧に打ったというようなね。で、次の打席の19号、まあ同じようなコースだったんだけども、はい、今度は引っ張りいったよな。はい、右方向でしたね。あ、すごいな。はい。いやいや、すごいよ。これでですね、今季2度目の1試合に2本塁打をマークということで、はい、3打数2安打2打点、打率も3割9厘ということで、ちょっと打率落ちたけどね。そうですね、中落ちはしましたけど、ちょっとね、状態が悪い時期があったからね、はい、これでナ・リーグのトップを走っているオスナ選手に1本、あと1本差と迫りました。まあこれはね、まだまあ、先の話で、でも大谷のあの状態を見てると、ここから上げてきそうな感じがするね。さすがですね、やっぱり。さすがやね、まあ気温も上がってきてるっていうか、非常に状態も試合慣れしてきて、体もこなれてきてみたいな、はい、まあそういうところからこう状態が上がってくるかなという感じはするけどもね。そうですよね、まあこのまず18号のホームランについて記者に問われたところ、やっぱあそこの方向、そのいわゆるちょっと中堅からこう左のに飛距離が出ていることはまずいい状態じゃないかなと思うので、いい気持ち、いい感覚だったなと思います。まあそうだよね、というふうに話していました。もう分かる分かる分かる。いやいや、そのホームランは打てなかったかも分からないけども、やっぱこう引きつけておいて、であそこまでこうちゃんとした角度を持っていけるっていうのはもう完璧だよね。そうですよね、はい、ただ、まあ、ちょっと大谷選手は嬉しい情報だったんですけれども、一方でチームメートの山本由伸投手が、はい、16日、15日間の負傷者リストに入れたと発表しました。はい、でこれはですね、山本投手15日に先発したロイヤルズ戦で右の上腕の張りのため、はい、2回で降板していたんですけれども、これによって、まあ、15日間の負傷者リスト入りということになりました。で、本人もやっぱ投げてる途中でもう張ってきたなというのが分かったので、もうすぐにそれを伝えたというふうにもコメント出しています。そうだね、はい、まあでもこう勇気ある、まあ、決断だよね。やっぱり1回マウンド上がるとね、言いにくい部分もあると思うし、はい、やっぱあれだけの契約をいただいてて、うん、ね、またそういうことを言うっていうのはさ、はい、まあこう批判の的にさらされるっていうのは、おそらく山本も分かってたと思うんだけども、はい、まあだけどそこで勇気ある決断、うん、これは長期離脱になるよりはここで我慢した方が絶対チームのためになるっていうような、はい、俺は決断だったと思うし、はい、その勇気に拍手だよ。そうですよね。それはね、故障しないやつなんていないよ、うん、スーパーマンじゃないわけだから、うん、それと1年目であれだけ腕振ってて、うん、で立ち上がり悪かったでしょ、はい、その韓国で投げたところから、はいね、あれからこうやっぱ立ち直ってきて、どうやったらいいかっていうのを確認しながら、うん、登板していて、やっぱ腕も日本の時よりももっと振ってるだろうしな、はい、まあそうなってくるとボールも違うし、うん、やっぱね、肩に負担かかるのは分かるよ、うん、そこでほっといて、いやーこれ我慢せないかんとか、はい、なんか言いづらいとか、うん、そうじゃなくて自分の意思をちゃんと伝えられて降板したっていうのは、俺は立派だなと思うよ。確かに日本人ってどうしてもその我慢してっていう気質があるので、その分やっぱり早い決断というか、いやいや、うん、だからよく決断してね、本当15日で戻ってきたらもう拍手だよ、うん、拍手で迎えないと。ただなんていうの、山本ってそういうことがなかったピッチャーだから、そうなんですよ。だからちょっと心配だけどね、はい、でこのことについても実は大谷選手、試合後、はい、囲み取材でコメントを出しています。記者の方が山本投手が怪我をしましたと、自身の経験も含めて何か昨日今日話したんですかというふうに問うたところ、昨日も本人は多分もっと行くと投げるつもりだったと思いますけれども、チームと話して早い段階でやめたと思う、よく捉えるならもう手遅れになる前に休めたのではないかと思いますし、順調に回復していけば早い段階で帰ってこられるんじゃないかなと思います。まずそれを期待したいです。本人もプラスに捉えてリハビリをしていくんじゃないかと思いますと。さらにその山本投手、その張りについてなんですけれども、1試合1試合前の登板から次の試合にも調整して人一倍頑張っていると思いますし、見ててそう思う、ケア不足であったりとかそういうことはもちろんないと思うし、全部を全力でやっていたのは見ている、本人が一番悔しいとは思いますけれど、本当に早い段階でまた帰ってきていい状態で投げられるようにまずサポートしたいですというふうに、自らも何かサポートできることあればみたいなこともコメントしています。だから、日本にいる時からね、はい、あれだけ最多勝を取ったりとか、うん、沢村賞を連続で取ったりだとか、うん、それはね、人一倍ケアすごいよ、はい、で大事にしてるというか、うん、でキャンプでちょっと顔出した時もやっぱね、もうずっとそのウエイト上にこもってやっぱこうちゃんとしたトレーニングをしてたよ、はい、でそれを考えるとやっぱよっぽどなんだよ、よっぽど負担が来てたんだよ。そうなんですね。それはね、メジャー行ってからの1年目だけじゃなくて、はい、やっぱね、日本で良くないとメジャー行ってもダメじゃない、はい、呼んでくれないじゃない、うん、だからそこ頑張ってて、うん、やっとメジャーに行けてみたいな、うん、いやそしたらね、行った時にはね、疲労を相当抱えながら最初から行ってるはずなんだよね、はい、うん、だからもう本当に、ちょっと時間空けてもいいと思うけど、うん、やっぱこれからの先、5年、10年とか先を考えると、ここで絶対無理しないでほしいな。そうですよね。一回本当に完全に疲れを抜け切ってもいい、切るぐらいケアしてもいいかもわからないよね。ですよね。うん、その伊藤さんバッターで、そのピッチャーに関するその張りっていう感覚っていうのは、どんな感覚、その張りが故障につながってくるっていうこと。いやもうね、重くなるんだよ。でこう腕が上がらなくなってくるというか、はい、そんな感じになる。俺らはね、そのピッチャーじゃないからそういう感覚ってあんまり味わわないけども、はい、キャンプの投げ始めとか、うん、カットプレーとか入って全力で投げ出した時に、やっぱそういう症状、あ、肩が張ってきたなっていうのは感じるよ、はい、これがもっとピッチャーだったら強い張りだと感じると、はい、やっぱボールは投げる気にならないし、このまま投げてたらもう故障にはつながるなっていう感覚にはなるだろうね。その例えば 毎試合とか、ローテーションで開けて投げていて、その間でもちろん例えばマッサージだったりとか、はい、はい、疲労回復っていうのはされてると思うんですけど、なかなかそれだけではもう追いついてこないよ。で日本ではギリギリ中6日とかね、はい、投げてたけども、メジャーだったら中4日とかで投げたりだとか、5日だとか、はい、だから1日足りないとか2日足りないとか、うん、そうなってくるとね、はい、やっぱ負担っていうのは抜けきれないというかさ、そうですね、その中ではやっていかなきゃいけないんだけど、やる覚悟で来てたんだけども、やっぱこう体の慣れとかもあるじゃない、うん、だからそこら辺はちょっと。1年目だしな、無理しないでほしいなっていうのはあるよね。そうですよね。たどればね、去年の WBC からずっと続いてますもんね。いやそうだよね。日本のために投げ続け、チームのために投げて、ね、今度はなんかこう期待のために投げてるというね。そうだな。だからちょっとね、お時間くださいぐらいでもいいかもわからないと思うけどね。そうですよね。長い目で見たときに。そしてもう一つちょっと心配なニュースも入ってきました。ベッツ選手がデッドボールを受けて左手骨折ということで、どうやら手術はしないようなんですけれども、これについても大谷選手試合後にコメントを出しています。大事な存在のベッツ選手、左手骨折という事態が起きたんですが、それについてどう思うかということに関して、チーム全体にとってはタフな瞬間ではもちろんあるとは思う。欠かせない選手だと思います。ただ、起きたことは起きたこととして本人の早期回復をまず祈りながら、チームとしてそれをカバーできるように頑張りたいなというふうに思っていますということで、気になる選手はもちろん抜けるのは打線の中でもアプローチも変わると思います。みんなでカバーしていくしかないのかなとは思いますということで、記事では長期離脱かというのも出ていたんですけれども、長期離脱になるよね、当然。そうですよね。だって骨折でしょ、1ヶ月は絶対かかるよね、はい、だからそれを長期離脱っていうんじゃないの。多分そうですよね。2週間でも人によっては長期離脱になるなと思うよはい。いやだって大谷が「いや1週間休みます」って言ったら長期離脱だなんて楽しみ奪われるからさ。確かにそうですよね。そうでしょ。だから人によっても違うけど、でも骨折って言ったらやっぱりもう最低1ヶ月かかるっていうふうに考えると長期だよね。それでベッツっていうのはやっぱメジャーの中でも屈指の1番バッターでね、MVP にも輝いたという優秀な選手だから、その1番をなくすっていうのはね、いなくなるっていうのは本当にチームにとっては、誰が補っていくのかっていうのがね、補っていく選手がいるのかどうかっていうのは分からないけども、でもそう暑いからな、言っても。とはいえそうなんですよね。いるよ。そうですよね。ベッツの代わりはいないけども、それに似たような人はいるよ。補うべく選手はっていうことですね。そう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 。だからそんなに心配はないとは思うけども、最終着地地点がワールドシリーズで勝つということでしょ、そのために大谷、山本を取ったりだとか、してるわけだから、そこに行くためにじゃあどうするかっていう、またプランを少し変えればいいだけの話で、そんなに大きくは変わらないと思うよ。その戦力的に見てっていうことですだと思うよ。例えば大谷とベッツとっていうふうに抜けたっていうんだったら大きく変わってくると思うけども、1人ぐらいだったらみたいな、なんとかそこまでは頑張り通せるなというプランはあるとは思うけどね。そうですよね。あとはその打線の中でもアプローチが変わるというのはやっぱりその役割だったりとか。そうだね。大谷一番でもいいしな。そうです。その分ね、打席いっぱい回ってくるし、盗塁もするしな、いやだから、それはもうやりようによってはもういくらでもやりようがあるということだよ。そうですね。チームの中がね、今こういう状態でも、大谷選手は今日18号、19号を快音響かせてという感じでしたし、6月やっぱ暖かくなってくると本当に上がってきますね。そうだな。オールスター一休み。一息っていうか、そこまではなんかグーンときそうな感じがするね。でオールスターで無理してほしくないな。そうなんですよ。ブン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 振り回してホームラン競争はそれも夢だけどね、夢で楽しいけど出てほしくないな。大谷はちょっと温存しといてほしいなっていうような感じがするけどもね。そうですよ。そうもいかないな、ファンのためにね。でも一応辞退することはね、去年などは出なかったですね。いやもう裏方さんが期待してるかもわからんよ。そうなのか。いや優勝賞金をみたいな。なんかそういうエンジェルスであったじゃない。エンジェルスね。裏方さんだからそれ知ってるから、裏方さんは。そうか。大谷出れないのみたいな。エンジェルスの時に出たのにみたいな。ドジャースでは出ないのみたいな。そうそうそう。そうかもわからない。なるほど、そうです。いろんな期待を背負ってるからな。そうなんですよ。でも無理はね、しないようにしてほしいなと思います。そうですね。